源の範清は平安時代後期の武将。孫卑文脈によれば、河内源氏の一族で、甲斐、源氏の祖となる、源の義満の三男。母は、平木義美紀の娘。孫卑文脈によれば、源の義満には七、男がおり、範清の兄には、佐竹氏の祖となった、起業、石井氏の祖となった、源の稔子を、弟には、森吉、近吉、 助けがいる。幼名は、おとひか通称は、おさかべ郎、武田家で、片たはぶわが、片た進むであったことに由来していると考えられている。武田の清、きよ、いつのとも、こに、清光、志向、鏡こ光、安田義えんらがある。のり神社、のり神社、せきの神社、下ひのよしは、ひた国の平らきよの娘を、着ゃ 義行の室とし、義行の子孫は、佐竹氏として、日立へ土着した。義光は続いて、清光から、日立国中軍、武田郷を譲り受けると乗り清に与え、乗り清は、武田家者を名乗る。乗り清は祖父、源、寄家の弟である寄居の三男。源の賢秀の娘を室とすると、天栄元年には、着男、清光が生まれる。 大治二年十月二十日には義光が死去する。源の諸時日記、長周期や尊卑文脈によれば、大治五年に清光は武田号と隣里の境会をめぐり紛争を起こし、平清光の着難でもある日たの在長官人、大城、森津と敵対する。乗り清、清光はこの構想において敗北し、天正元年には直感をこむって、海の国の市川僧へ入るとなる。 吉満、乗り清は、甲斐の国へ赴くと、駒郡平潮丘に館を構えたという。乗り清は、朝廠2年頃において、市川総治となっている。なお、安田義帝を乗り清の子息とした場合、義帝は甲斐において、朝廠3年に誕生している。その後、乗り清、清光親子は、八ヶ岳南六の駒郡、逸見郷へ進出すると、玉総は神子に本拠を構える。 若見古城を築城したという、小学寺加古町によれば、のりきよは、旧安元年7月23日に、市川荘で死去する。のりきよ、清光が当初本拠とした市川荘の衝域は、現在の昭和町に及んでいたと考えられているが、昭和町西条に所在する。さらに、のりきよ神社の近在には、のりきよの墳墓と伝わる、激四塚がある。のりきよの子孫は、 甲府盆地の各地に土着し、清光以降を脈々と続く会源氏の始祖となった。その末裔には、武田氏を筆頭として、南部氏、小笠原氏、三好氏といった所属が分出している。近代には1894年の紀りき750年祭を記念して紀りき神社に石碑が建立された。石碑は、西条村の村長と、紀りき神社の官主が、文学博士、 川田剛史に依頼したもので、川田の専文で、草壁盗作の書。大学は、公尺、この絵集まろ。石膏は、志村三大像。内容は、のりきよの特性を称えたもので、混流に携わった、東京聖和会には、武田氏の子孫や公衆財閥の若おいペーラらが、加わっている。また、のりきよ神社境内には、貝の国史に、書斎ののりきよの和歌、いとどしく、 羽生の小屋のイブセキに千鳥なくなり、市川の里の花碑も建てられている。ありがとうございます。